にちは、カナノアです。ピーン。今日はですね、カナノアの普段しているメイクをご紹介したいと思います。イエーイ。行ってみよう。レッツゴー。まずノアから紹介していきたいと思います。ノアはね、まあ大雑把に言うと、マスカラ、アイライナー、リップ、眉毛で構成されています。皆さんにまずちょっと謝りたいことなんですけど、まあ毎回のことなんだけど、眉毛忘れちゃった。だから眉毛はカナノを使います。こちらです。ケイトです。存在だけを、あ、でもない、いつも存在だけやるタイプ。わかる。次マスカラします。はい、マスカラはまずのは最初ビューラー上げて、トン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 ってやるの。いや、わかんない。やったらですね、ピンクのマスカラで、最近なんか茶色が好きになったから、このキャンメイクの細いやつ、クリーミータッチのやつです。ノアはこのまつげピョンって上げて、ここなんかよくさ、やってるやつあんじゃん。で、ちょっとだけピョンピョンってやって、ノアさ、前より薄くなった気がする。ね、今この体勢でさ、ふくらはぎがめっちゃピクピクしてんの。アイメイク終わりです。で、最後リップです。一応ね、たくさん持ってきたのリップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11本。今日はこのやつを使います。これのは最近好きなの、ピンクなの。かわいい。かわいいよね。かわいいな。こんな感じでナのメイク終わりです。もうね、メイクじゃないよ。次はカナのメイクです。どうぞ。カナは主にノアよりかはちょっと化粧してるかな。アイシャドウ、アイライン、まつげ、マスカラ、ヤリーの眉毛、ヤリーのリップです。おお、まあ普通です。まずアイシャドウ、あ、ファンデ塗らないです。ファンデとか何もしないでやっております。化粧がこんな綺麗ですよ。じゃあまずこちら、キャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズってやつ。なんか前まで単色だったんですけど、初めて今後買った。じゃあまずこの白っていうかピンクっぽいのが塗ります。ティー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 。で、次なんかこれ、こういくかこういくかの 2種類できるんですね。はい、じゃあ今回はこの茶色を塗っていきますよ。かなり基本全部手です。で、このブワーって塗った、このちょっと下ら辺、下ってか、まあそこまで広げないけど、ちょい広げるみたいな。次はこの、これをこれまで使ってる、これをこれでこの目のアイラインを引くところへんのここ、ここに今適当ですね。こんな感じです。はい、アイシャドウ終わり。まあ薄めですね。この真ん中かな、これを涙袋のとこに塗ってます。適当に塗って、こんな感じ。はい、アイシャドウ卒業。次アイライン引きます。カナが使ってるのはモテライナーブラックです。で、これ細めですね。ここの、うん、この眼球の一番こっちをまっすぐ見た時に、ここのこの前、まあ、要はこの辺ですね。この辺からそんな濃くない、濃くないよね、濃く太くない。で、次は上げます。これは普通にこうやってグッて上げて、グッて上げて、グッ、これね、グッてやりすぎるとね、まつげ切れるんで気をつけてください。マスカラをします。
かなが使ってるのは、メイベリンのラッシュニスタのブラック使います。こちらで、まつげを上げていきます。はい、ちょっと上げます。シュン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 。以上です。次は、眉毛です。これはさっきのほも言ってましたが、ケイトのラスティングデザインアイブロウのなんか茶色、ブラウン。ジフサフサ眉毛なんです、なんか。でも最近そういう人多いからちょっと、仲間いっぱい。ちゃんと眉毛ある人好き。あ、そうっす。とりあえず適当に描いて、で、一回眉マスします。で、最後に、リップ、うん。その辺によくあるクレヨンのシリーズです。の、赤の45使ってます。めっちゃ発色いいです。で、それを塗る前に、カナはニベアのケア&カラー。これを使ってます。これでちょっと、ケアしながら、ほら、これ違う。色つくの？そう。学校でも使えそう。そう、学校で使ってます。学校これだけ。で、リップを塗ります。カナと言ったらクレヨンの赤かオレンジ。完成。可愛くなっちゃった。です。イエーイ！ということで、今日は、カナノアの普段のメイクを、ちょっとやりながら紹介しました。変わってないかもしれない。変わってないかな？チャンネル登録&高評価、お願いします。お願いします。コメントも待ってるよ。待ってるよ。バイバイ！バイバイ！